伊藤はじめは、日本の政治家、内務官僚。1947年4月6日から1971年4月30日まで24年の長きにわたって、一宮市長を務めた。一宮市名誉市民。愛知県は愛知郡鳴海町に生まれた。愛知県立一宮中学校卒業。 1930年3月、旧政大八高等学校卒業。1932年10月、高等試験行政科試験に合格。1933年に、東京帝国大学法学部法律学科を卒業すると同時に、内務省に入省し、地方事務官、厚生事務官、内務事務官を経験。陸軍事政庁官として、スマトラ島に渡り、 ランボン州やパレンバンで産業部長を務め、現地で太平洋戦争終戦を迎えた。1946年、静岡県民政部長に就任。1947年、市宮市長選挙に立候補し、4月6日には公選として初の市宮市長に就任した。在職中には、愛知県市長会会長、東海市長会副会長、 全国市長会理事などを歴任している。1961年には全国に先駆けて交通安全都市を宣言し、1966年には明るい青少年都市を宣言したが、地方公共団体等による都市宣言というものが全国各地に広まる要因を作ったのは伊藤であると言える。1967年、6期目の当選。 1971年4月25日に行われた市長選で7期目の当選を狙うも、元助役の森関太郎に僅差で敗れる。1970年、男女報賞を受賞。1973年、市宮市名誉市民に推挙された。1974年9月26日、口頭がんの試死去。64歳没。地元では一致産として親しまれた。 ありがとうございます。